はい、酒井養魚場さんの紅白14センチです。お願いします。はい、非常に大柄な三段模様の紅白です。三段でも変化のある三段なので、このまま大きくしていただいていいですね。顔の入りも綺麗な紅白です。紅も真っ赤というよりかは質のいい厚みのある紅質です。非常にこの紅が一枚一枚均一なのがよくわかります。サイドです。この縦のラインの際とかいいですね。はい、巻きもしっかりあります。はい、顔が面白いですね。そうですね、目にはかかってないんですけど、かかってないですね、目垢ではございませんね。はい、はい、面白い顔してますねそうですね、はい、目を白く抜いてるんですね。はい、はい、またその辺がチャームポイントなんじゃないでしょうか。そうですね、はい、はいはい、こう上から見ても面白いですねはい、目を白く抜いてるので。そうですね、はい、結構マスコット的な存在になるかもしれないですね、はい、水槽で見てもいいかもしれないですね。もう一回そうですね、目赤くないですからね。そうなんですよ。で、仮面をかぶったみたいでいいじゃないですか。両側結構綺麗に均一になってるんですよね、はい、水槽見てもいいですね。これこの際がいいんで下まで巻きがあるんで、こう横から見ると水槽見てもいいですね。はい、なかなかいないですからね、はい、はい、じゃあマスクちゃんと命名しておきます。はい、いかがでしょうか。マスク模様の紅白、はい、サイズの方が14センチになります。ぜひよろしくお願いします。